はい、玉霊著名人研究家の小村です。今はですね、ここに来ております。はい、2区なんですね。ここはバス通り沿いの2区になります。現在地はここです。もう表門から近いですね。正門から、はい、そのバス通りのところですね。これからですね、お墓参りに行くところは山野正太郎さんのお墓参りに行きたいと思います。山野正太郎さんはですね、明治大正昭和期の実業家でございまして、山野楽器の創業者でございます。山野楽器の創業者、お墓はですね2区1種7川でございます。もう今後ろがバス通りでございまして、このまままっすぐ行くとですね、正門、表門のところに行くわけなんですけれども、この道沿いの右手側ですね、今看板も見えてきましたね。2区1種7川、ここです。はい、2区1種7川ですので、この道沿いの右手側なんですが、もうすぐね、ここの角地なんですね。山野正太郎さんが眠られる山野家のお墓、到着いたしました。こちらになります。はい、山野家のお墓です。はい、墓所にはですね、この山野家の墓と刻まれるこの蔵状のですね、納骨堂のようなお墓のみでございまして、それ以外のですね刻みや周りもですね、墓誌などもないんですね。ですので、ここに本当に山野正太郎さんが眠っているのかというところなんですけれども、実はもうだいぶ前ですね、もう20年ぐらい前ですかね、私、山野楽器にですね、直接問い合わせて聞いたことがありまして、いろいろ教えてもらいました。そしてここのお墓が山野正太郎さんの眠られているお墓であることも聞いております。ですので紹介したいと思います。では山野正太郎さんの紹介します。富山県ご出身でございます。明治初年ですね、日本の国際化到来を予見してアメリカへ留学をされます。そしてアメリカの学校を卒業した後ですね、現地にて法事新聞の発行事業を手掛けました。帰国する際にですね、外国客船で日本とアメリカのですね言葉の壁を越え、人と人の心を結びつける共通言語は音楽だと痛感して、1892年の明治25年西洋楽器店を創業されました。ピアノ、オルガン等のですね製造販売をはじめ、工場を月島、販売本部を銀座に設立します。1912年には月刊楽譜という雑誌をですね創刊されております。1914年大正3年には松本ピアノからですね営業権を譲り受け、山野楽器店と改称、初代社長に就任しました。1921年日本楽器と提携し、山野ピアノ、オルガンを製造販売、また上野音楽学校、いわゆる現在の東京芸術大学ですが、その学生さんにですね奨学金制度なども設立しております。この間ですね、1913年アメリカビクター蓄音機紹介製品のですね取り扱いを開始、1915年はですね株式会社に改組しております。1943年昭和18年にはキングレコードの販売権を獲得するなど事業拡大に成功しております。関東大震災や東京大空襲などで店舗消失の危機からも立ち上がり、日本音楽業界のパイオニアとしてですね音楽文化を高めることに尽力されました。東京蓄音機商組合の組合長ですねとか、全国蓄音機商組合連合会会長などをですね歴任されております。1951年には山野楽器の会長に就任し、2代目社長をですね長男の山野正蔵さんに譲りました。なお2代目のご長男山野正蔵さんもこちらのお墓に眠っております。去年は91歳でございます。山野楽器はですねアメリカのギターメーカーの大手のフェンダーや2006年まではですね、ギブソンなど海外一流メーカーなどの日本総代理店としてですね、インターナショナルな活躍を、続け、そして創業130年の歴史を継承しております。ざっとですね、山野正太郎さん、そして山野楽器の、話をさせていただきました。ではお墓参りしたいのですが、ここ頑丈にですね柵がございまして、お花も綺麗なのが上がっておりますので合掌したいと思います。はい、山野正太郎さんのご紹介でございました。以上でございます。